新たに旅の仲間に加わった米と小梅。彼らに導かれ、鳥川たちは歌舞伎町へ歩み始めた。だけどさ、歌舞伎町って怖いところなんじゃないの？いろいろな種類の生ゴミたちがいて、中にはタチの悪いのも多いって聞いたことがあるわ。人間の数が多いから食べてもらえるチャンスも多いんじゃない？いやいや、歌舞伎町は横島な欲望と浪費の世界じゃから、食べ物などはたくさんあっても見向きもされずに捨てられていくことが多いのじゃよ。そのおかげでゴミを漁るカラスやネズミは丸々太っているがの。ほっほっほっ。ん？ところでお前さん大丈夫かね？え？体の具合が悪いんじゃなかった？なになに？どうしたの？うん、なんでもないわ。ん？何か隠してるな。なんでもないってば。ほら、前見て歩かないと危ないわよ。痛い。私は大丈夫。どうしてもこの旅を最後まで見届けたいの。無理はするでないぞ。今日はこの辺で休むとするか。くたびれたわい。ねえ大根さん、体の具合が悪いの？何言ってるの、ピンピンしてるわよ。仕方がないのよ。私たち生ゴミは人間に食べてもらうことが生きる目的なの。食べてもらえないくらい腐ってしまったら、それでおしまい。私もそう長くはないってことね。そんなの悲しすぎる。それにそんな風に終わってしまったら、何のために食べ物になったのかわからないよ。ほら、泣かないの。まだまだ元気だから大丈夫よ。このことはみんなには内緒にしておいてね。特に梅種ちゃんには。あの子、いつもは明るく振る舞ってるけど、本当はすごく繊細な子なのよ。二人はいつから一緒に暮らしてるの？私は小さい頃、弟を亡くしているの。梅種ちゃんに会ったのは、その悲しみに暮れている時だったわ。お母ちゃん、これ何おにぎり？それは昆布で、こっちがシーチキンよ。ごめんね、シーチキンこっちだったわ。大丈夫だから。大丈夫、大丈夫。あのいつも明るい梅種ちゃんが。さあ、もう遅いから寝ましょう。うん。ああ、よく寝た。さあみんな出発よ。悲しい時には歌を歌ってやり過ごすのがいいのさ。寂しい時にも歌を歌って一人じゃないというのさ。星が輝いて気持ちだ
日には歌を歌って楽しい夢を見るのさ。ここが歌舞伎町。行くか。うん、行きましょう。心配はいらんて。うわ、ついに歌舞伎町の入り口へたどり着いた鳥川たち。彼らを待ち受けているのはお兄さんとの再会なのか、それとも